プリンス・クヒオプラザの外側プリンス・クヒオプラザは、米国ハワイ州広にある1階建てのショッピングセンターである。ハワイ島で最大の密閉型モール。主要店はシアーズ、メイシーズ、セーフウェイで、他の主要なテナントには、スクリーン9つを持つ、最新設備の映画館、ロングズ・ドラッグズなどがある。モールの名称は、1903年から1922年まで、 ハワイ準州からアメリカ合衆国連邦議会への大議員を務めたプリンスクヒオに由来している。プリンスクヒオプラザの内側プリンスクヒオプラザでは様々なイベントがある1977年9月、ハワイ州国土省は広に商業施設用土地が少なかったので、ブアイナナコ通りとカノエレフア通りの交差点の北東側に3 9ーカ間の土地をリースすることを提案した。 不動産業入札者のオーキッドアイルグループがただ一社入札し1977年10月28日に53年間のリースに署名した。モール内では旧正月に中国風獅子舞が行われたりと他の様々な年中行事もある。このモールの北側にはウォルマートとターゲットがあり付近の交差点の対角線上には ケータスーパーストアーズの最大点、AS ハードウェアなどがあり、広の商業施設はダウンタウンとこのプリンスクヒオプラザ付近に比較的集中している。対して、ハイトー西部の町カイルアコナでは商業施設がダウンタウン、ヘンリーストリート、旧インダストリエリア、新インダストリエリア、コナコモンズなどに比較的分散している。ありがとうございます。